どうも、くつろぎです。今回もマインクラフトやっていきたいと思います。今回は砂漠の教会を作っていきたいと思います。ちょっとアレンジすると遺跡風とかにもできるかなと思います。今回はこんな感じの手順で作っていきます。というわけで建築やっていきましょう。まずは横に17ブロック、縦に7ブロックの面積を用意しておきましょう。今回は割と砂岩ばっかりでやっていきますね。というわけでやっていきます。まず砂岩を3個積んでいきます。そしたら今度は1マス奥に3個積んでいきます。で、次はこの置いた場所に対して砂岩の階段を横に3つ置きます。で、砂岩を3つ積みます。これが左側ということで。右側も同じ感じで作っていきます。砂岩をまず3つ置いて、奥に3個積む。で、置いた場所から階段を3つ。で、次は砂岩を3つ。こんな感じですね。で、この正面入り口にしたいので、内側に3ブロックずつ積んで、真ん中はつなげます。ここが入り口ですね。こんな感じの正面ですね。で、簡単に装飾ということで階段を下、上、下で置くと。で、とりあえず側面やっていきます。側面はまず階段を使って5ブロック横に並べていきます。そしたら次は砂岩を3つですね。こんな感じで。で、反対側も全く同じですね。まずは砂岩の階段を5個置きます。そしたら砂岩を3つ積みます。とりあえずこんな感じで次は背面やっていきます。背面も正面と同じにしたいので3個積んで、次は階段を3つ。で、砂岩を3つ積みます。反対側と同じにしたいので、また同じような感じで3つ積みます。で、階段を横に3つ。で、砂岩を3個積みます。入り口と同じ感じにしたいので、内側に3つ、もう1個3つ、で、真ん中つなげます。で、模様付けということで階段を下、上、下で貼っていきます。とりあえずこんな感じですね。そしたら徐々に1階の部分作っていきます。今回はすごい狭いモニュメントっぽい感じの建物ですね。砂岩で内側をどんどん埋めていきます。この部分は砂岩もったいないという場合は砂の方がいいですね。とりあえずどんどん埋めていきます。で、まずは土台ができたということで少しずつ装飾を足していきます。砂岩を内側に2ブロックずつ積んでいきます。これで正面の凹凸感と柱感みたいなのを作っていきます。今回の建築は一応サバイバルで作ったものをご紹介しようみたいな感じですね。なのでサバイバルでも比較的作りやすいのかなということで。こんな感じですね。そしたら今度は上を作っていきます。階段ブロックを置いていきたいんですが、ちょっと特殊な置き方をしますね。これは柱に乗っかるような感じで置いて、そのままつなげないで2ブロック分伸ばしていきます。この位置ですね。なんか L 字風というか、そんな感じですね。で、あとは伸ばしていきます。ここの階段の部分がちょっと紛らわしいというか、そういう部分ですね。よし。とりあえず伸ばしていきます。そしたら同じような感じで、こっち側は乗せます、階段を。で、削って伸ばしていきます。こっちは上に乗せますと。で、手前に1ブロック出るような感じで階段を足すと。で、これで伸ばしていきます。まあ、ちょっと凹凸感を出したいということと、基本砂岩系のブロックだけで今回は作っているので、ちょっとメリハリっぽいの入れないと、のっぺり感はちょっと厳しいかなということで削ります。で、伸ばしていけば、屋根の外縁ができますね。こんな感じで一応できました。
そしたら今度はこの内側を全部砂岩で埋めていきます。まあどんどん埋めていくということで、今回砂岩でやってますが、全部石でもいいということですね。たまたま自分はサバイバルが砂が多かったので砂でやりましたが、まあ石の方がまあお手軽といえばお手軽というところで、まあ、場所に合ったもので作ってもらえればというところですね。こんな感じで埋まりました。じゃあ上の部分どんどん作っていきます。砂岩の階段を5個並べていきます。角から5個ですね。で、向き変えて階段の上に5個置いていきます。始末開くような感じですね。で、5ブロック並べます。これを反対側も同じように置いていきます。角から5個ですね。で、向き変えていくと階段の上に置いていきます。1マス上げる感じですね。で、また向き変えて5個角から並べていきます。とりあえずこんな感じの輪郭ができたかなと思います。じゃあ今度はこっち側から階段を置いていきます。この向きですね。反対側もこの向きで、で、真ん中の部分は階段を逆向きに置いて、その上にまた階段を置きます。反対側も同じですね。逆向きで貼って、その上に階段、まあ、気持ち模様入れということですね。で、また内側全部埋めていきます。この部分は節約という場合は砂で大丈夫ですね。今回はクリエイティブなので砂岩いっぱいあるので、そのまま砂岩で埋めちゃいます。何のブロックでもいいんですが、階段とハーフブロックと塀があるやつってなると石系にはなっちゃいますね。とりあえずこんな感じですね。今度は角に1個ブロックを置いたら、3マス開けてまた1個置いていきます。向き変えて3マス開けて1個、3マス開けて1個、反対側も同じですね。角に1個置いて3マス開けて1個、で、向きを変えて3マス開けてまた1個、3マス開けて1個ですね。この上に柱っぽいものを足していこうと思っています。で、間は砂岩の階段を3ブロックで埋めていきます。これで凹凸感風というか台座風ということでやっていきます。よし。で、こっち側もですね。これで四角い枠ができたので、こっちも内側埋めちゃいます。ここも資材の節約といえば砂で大丈夫ですね。こんな感じで埋まりました。で、足した部分に対して、今度は3ブロック足していきます。角っこの部分に3ブロックですね。3個ずつと、これで柱カーンということでやっていきます。まあこんな感じで、今度は内側にも2ブロックずつ積んでいきます。これでまた凹凸カーンということでやっていきます。今回は凹凸を小さいのにいっぱい入れているので、内装がすごい狭いので、まあ拠点というかなんというかというとこですね。まあこういうのもまあ1個ぐらいあってもというとこで、今度は模様入れということで、左右に階段を置いて、真ん中は普通のブロック、砂岩ですね。これで簡単な砦風というか、そういう屋根の装飾でよくやるやつですね。階段を置いて、真ん中は普通のブロック。遠目に見ると凹凸感が入るよ、みたいな、そんな感じですね。まあちょっと手間っちゃ手間なんですが、単純にハーフブロックとブロックでやるよりも、なんか影感というのか凹凸が出るので、おすすめですね。というわけでこんな感じで埋まりました。そしたら次はこの部分が四角すぎるので、階段を下、上、下って貼って模様入れをしていきます。
ちょっと四角がきついなということで装飾ですね。よし。下、上、下と。ちょっとクリーパーっぽい顔っぽい感じにはなりますね。まあ、こういう階段で模様入れをしてちょっとごまかそうということでやっていきます。まあ、およそできてきたので真ん中の装飾をやっていきます。とりあえず階段を張って伸ばして向かい合うような感じで三角屋根風な感じでつないでいきます。足場を作って階段を置いていくと。で、頂点はハーフブロックを置いていきます。で、階段と。で、左右に一段下げて階段を置いていきます。で、遠目から見たら少し凹凸が入るかなということで。一段ずらしておくと。で、階段。で、反対側もですね。よし。で、頂点は同じようにハーフブロックで置いていきます。よし。こんな感じで。まあ、この辺狭いので、ちょっと置きづらいんですが、まあ、こんなとこで。で、こっち側のやつが、この階段を使うと貼りやすくなるので、また同じように左右階段、向き逆ですね。で、真ん中は左岸。で、反対側も同じですね。階段を左右に置いて、真ん中は左岸。こんな感じで。で、とりあえず塔の周りができたので、内側をハーフブロックで埋めていきます。普通の四角いブロックでやると凹凸感が出なかったので。で、あと、一応サバイバルで作っていたので、湧き潰しということでハーフブロックがいいかなと思います。そしたら今度は左岸の上にハーフブロックを足していきます。まあ、足さなくてもいいかなとは思ったんですが、足した方がもうちょっとはっきりするかなというところで足していきます。あと湧き潰しにもなりますね。まあ、こんな感じで徐々に出来上がってきたと。で、ここの四隅の角からさらに伸ばそうと思うので削っておきます。削った部分に左岸を2ブロックずつ積んでいきます。真ん中をでっかい豆腐な感じにしようと思います。で、1個積んで周りを囲って四角い床を張ります。よし。で、内側も埋めちゃいます。で、この上に小さい、こんがり屋根風なものを作ろうと思います。なので、まずは中央を置いて、十字を作っておきます。今回は一応正方形なので、やりやすいですね。で、真ん中確保。で、角を取ると。で、とりあえずこういう形を作っておきます。で、同じように、十字に組んでおくと。これがある意味第一段階みたいな感じですね。ただこれだと少し狭いので、一番下の段は2ブロックずつ足して、横3みたいな感じにしておきます。で、上の段の十字を1ブロックずつ足すと。適当に作る場合はこういう風にくるくる回った方が、とんがり屋根は楽といえば楽ですね。どんどん足していきます。高さはこれぐらいでいいかなと思うので、頂点に左岸の塀を置いて、上に松明ですね。ちょっと明るさが不安なので、レッドストーンの粉というか、あれ巻いてもいいですね、湧き潰しで。で、四隅を階段と入れ替えて、もうちょっと丸みを出そうかなと思います。ちょっと四角感がきついので、内側にも階段を張って、丸み風みたいな感じですね。まあ、こんな感じで。でもまだ少し四角いというか、のっぺり感があるので、削って階段を入れていきます。で、真ん中も削って階段と。これで凹凸と模様を二つ入れようみたいな、そんな感じですね。まあ、ちょっとした手間みたいなのを入れていくと。階段入れて。
削って階段ですね。まあちょっと模様が入るとそれっぽいのかなということで、こっち側はただ削るだけでいいですね。どうせ見えないのでということで、ただ四角いままだとちょっと凹凸感がきついすぎるなということで、ハーフブロックトイレ変えます。こんな感じで、であとは内側に入って明かりを入れようかなと思います。今回はグローストーンを使いたいと思います。まあ、シーランタンが良かったんですが、近場に自分の場合なかったので、グローストーンと。で、左右飾り付けということで、砂岩の塀を貼って、下側はハーフブロックでやっていきます。で、遠目から見たら明かりが入るので、で、ここも湧き潰しがてら、グローストーンを置いていきます。ハーフブロックで代用してもいいっちゃいいですね。こんな感じで上段ができたので、下側の明かりも入れておこうかなと思います。まあ、こんなとこで。シンプルに松明を置くっていうのもありですね。で、簡単に今回は装飾ということで、黒曜石を置いて、ネザーゲート、ポータル作りたいなと思います。あまりにも狭いので、ただこの部分を置いておくのもあれなので、まあ思いつきということで、ネザーに行くための施設なんだということにしてみましょうということで、ネザーを入れると。まあこんな感じで。で、あとは簡単にここから装飾を加えていきます。ちょっとこの部分がまっすぐすぎるなということで、階段を一部入れ替えてみたりとか。まあこの辺はお好みでの部分ですね。やってもやんなくてもというとこで、階段入れて入れ替えてと。まあこんな感じでもいいなと思うんですが、自分の場合はサバイバルの時砂岩がめちゃくちゃ余ったので、で余ったならということで塀をたくさん使ってみようということですね。まあ、なきゃないでもいいんですが、あると凹凸感がよりきつくなりますね。よし。まあ、こんな感じで。まあ、お好みでの部分ですね。まあ、あってもなくてもですが。よし。あ、入り口の部分、この部分がちょっと明かりが怪しいですが。まあ、ちょっとごまかしながらやっていきます。こんな感じで。というわけで今回砂漠の境界風ということで完成しました。ご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメント、リクエストもあればよろしくお願いします。次回も建築を上げていきたいと思います。ではまた。